あの、どうも、うなチャンネルのうなぎです。テレビに出ました慣れないテレビに出たんですけど、緊張しましたね。はい、ちょっとまた違ったうなチャンネルが見れたんじゃないかなと思います。まあ、見てくれた方ありがとうございます。見れなかった方はどこで見れるか俺わかんないんで、頑張って調べてください。よろしくお願いします。今日ね、買い物行こうかなと思いまして、前作ったエコバッグなんですけど、これを使ってまたなんか買い物行ってきたいと思います。今これしぶれちゃってるんだけど、パンパンにしてね、太らして帰ってこようかなと。しな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 だよ。これ畳んだ方がいいんだよね、こういうのって。畳むか。買い物のおばちゃんの気分ですよ、これ。雨が降ってきちゃったよ、ザーザーよ。傘持ってきてないからちょっと濡れちゃうんですけど、横浜ってわかります？皆さん、横浜に来ました。神奈川県で必ず一回は行った方がいい街、そして住みやすいランキングナンバーワンの街、横浜なんですけど、ちょっと全貌をお見せしましょう。こっちでも家で何もないんですよね住んでる人からしたらさ、普通の繁華街と一緒なんだよ。こんな感じ。ここ飲み屋さんとか結構あるんよね、飲み屋。これまだここ行ったことないけど、いつか行ってみたいですね。未だに何買うか決めてないんだよね。別に買うものさ、特に物欲なくて、最近大人になってから欲しいものなくなっちゃって、まあ、強いて言うなら、まあ、新しいカメラとかさ、そういう系の、なんだろう、YouTube をさ、より良くするためのものが、一番欲しいなわけで。ね、あとゲームとかね。特になんかさ、自分に使うお金が、特にないっすね、そんなに。昔はなんか、言うて昔から俺欲しいものなかったかもしれん。なんか服とかあれば、俺いつも裸で家で生活してるから、服欲しいなとは思いますけど、今から服買いに行くのもちょっとねえ。ここはポムポムプリンカフェです。なんか神奈川県にもあって、原宿にあるんだよね。本店かわかんないけど、原宿にあるのも、横浜にあるのも一緒。ここは映画館。ムービルって映画館なんだけど、全然人が入ってるとこ見たことありません。俺映画見に行くときここ行くとね、全然いないの。3、4人ぐらいしか見てない。自分含めて3、4人だからなんかね、いつ潰れちゃうのかハラハラしてます。まず最初に買ったものは傘傘持ってくればよかったと今後悔してます。結構雨が強くなってきて、濡れるとちょっとめんどくさいんで傘買いました。結局エコバッグに入れられない大きさなので、寝てました帰ってきて速攻寝てました。買ったものですか？何も買ってません。結局何も買いませんでした